平野紫仕様、クレバとのコラボスニーカーと870万円ロレックス腕時計を身にまとった全身ブランド私服で光る輝き。真夏の日差しが照りつける東京目黒区の路上に驚きと歓喜が広がった。平野紫仕様、26歳がファン心をつかむスタイリッシュな全身ブランド私服姿で登場したのだ。 先日、ジャニーズ事務所を退所し、新会社、トベに参加した平野仕様。彼が履いていたのは、スニーカーブランド、Go With White、トラッパークレバ、47歳、とのコラボレーションで誕生した一足だった。クレバさんは、キングプリンス。 キンプリの代表曲である一番の作詞作曲を担当し大きな話題となった紅白歌合戦でもこの曲を披露していた。平野志耀がこれを履いていることはファンの心を理解し愛を示す一つの象徴と言えるだろう。しかしそれだけではない平野のブランド愛には目を見張るものがある。 その日、彼はインスタグラムに投稿した写真で、ロエベの T シャツを身にまとい、サバンには約870万円相当のロレックスで時計を輝かせていたのだ。これは驚くべきことではあるが、ファンの間では実は彼のブランド愛は以前から広く知られていた。ジャニーズ JR 時代から、ハイブランドをまとい、外出する姿が目撃されていたというのだから驚きだ。 最近ではトベの生配信に、ルイ・ヴィトンの全身コーディネートで登場したことも話題になり、総額120万円高で、と称されたほど、一般人では手の届かない輝かしい全身ブランドファッションを、平野仕用なら堂々と着こなすのだ。彼の魅力はブランドだけに止まらない。ジャニーズ時代から培われた個性的なパフォーマンスや歌唱力、そして演技力も のファンを魅了しているその輝きが新たな舞台でどのように発揮されるのか、これからますます注目が集まることだろう。平野市用の全身ブランド私服は、彼の人気と共に成長し続けるトレンドとなっている。スニーカーや腕時計だけでなく、彼の全身コーディネートに注目し、ファッションアイコンとしての地位を確立していくことに期待が高まる。 クレバさんとのコラボスニーカーを履いた平野潮は新たなスタートを切ったばかり。ますます輝きを放つ彼の活躍に多くのファンが胸を躍らせていることだろう。これからも彼の魅力に引き込まれること間違いなしの輝かしい未来が待ち受けていることだろう。